おはようございます、鈴木です。はい、この番組はですね、朝活 YouTuber の鈴木がですね、代々木公園からね、この、代々木公園のね、素敵な自然をバックに、毎朝ね、6時半から、6時半じゃない、まだ6時25分ですけど、代々木公園でね、あなたをね、応援する、そんなね、あなたまたはこれを見ている特定の誰かを、応援する、そういった、番組でございます。私がね、そこはかとない、話をしながら、そうやって皆さんをね、こう応援していこうっていう、そういった番組なんでございます。そんでね、今日はね、何日か、はい、7月4日木曜日でございます。はい、7月4日木曜日、旧暦でいうと、さつきの29日、はい、これがね、29って読むんですよ。さっきライブでも言ってたんですけどね、もうね、一つの季節がね、終わろうとしている。これから本格的な夏に、まあ、すでに本格的な夏で、今日めちゃくちゃ暑くて、もう実はポロシャツがびしょびしょなんですよ。朝ストレッチしただけで、で、なんだっけ、あ、そうそう、でもね、だから変わっていく、今だから新月がね、もう迫っている。今29日っていうことは明日が、最後で、でそのもう一日あさってから、次の新月になる、だからね、また新しい月の満ち欠けに、今月は欠けてってるわけですよ、ここでね。で月末になると月が欠けきるから、でそれから次の月になって、月がまた満ち始める、またね、新しい新月リセットの日があさってに迫ってますから、なんかね、いいことがあった人はもっといい流れになるようにと思えばいいし、今までなんとなく嫌だなという思いの流れをね、来てた人はそこでリセットされますから、新しい流れの中でね、また素敵に暮らしていけばね、いいんじゃないっていう、そういった区切りだから、区切りっていいよねっていうことで、その区切りでまたリセットできるからさっていう、その、そういったことをね、感じられるような、そういった番組を目指しております。はい、で今日は何の話かっていうと、今日のテーマは、そうそう、今日発展の木曜日っていうのもあって、木曜日はなんか発展をテーマにね、話そうみたいな時に、まあ一体何が発展的かなみたいなことと、なんか確かにそれについて、なんかいいことでもあり悪いことでもあり、あんまり深く考えてなかったなと思って、そんで今日は、恩着せがましいとかにもつながるんですけど、今日はね、恩は返さなくていいっていう、恩は返さない方がいいっていう、そういう話について、お送りしていきたいと思います。で今日はだから何の話かっていうと、その恩を返すとか、恩を、受けるとか、恩ってなんだろうっていう、話をお送りしようと思ってるんですけど、なんか受けた恩を返さなきゃいけないっていう風に思うことって結構あると思うんですよ。で真面目な人ほど、誰かから恩を受けたことにやっぱ感謝の気持ちがあるから、それに対してやっぱり応えていきたいっていうか、そういうことがあるじゃない。あとやっぱり、いつものね、長男長女ネタでいくと、その長男長女たちはさ、親の期待に応えるとかさ、親に限らずさ、いろんな人の期待に応えたいっていう思いがすごい強いわけですよ。でその期待に応えなければならないっていうふうに思い込んでるっていうか、まあ別に本当はそんなどうでもいいわけですよ。期待してる人たちからすると、別にもちろん期待はしている、その人がすごい素敵な人だからね、ああなんかこうなったりするかもねと思って、もちろんあとその人が発展的な人生を送ってほしいじゃない、その人に対する愛ですよ。だから期待してるんだけど、でも期待に応えてほしいとは思ってないわけですよ。っていうか、その期待に応えるためにその人が苦しんでたら、そんな風に思ってほしくないじゃない。だから恩を売る、それは恩とか期待っていうのはちょっと似たような要素があるなと思ったんだけど、期待に応えるとかもそうなんだけど、恩を受けるっていうのは、実は受け身として恩を受ける側が恩を受けることしか存在してないんじゃないかなっていう、話なわけですよ。だから恩っていうのも、誰かにその恩師がね、恩をね、世話してくれるわけですよ。だから恩を売ってるわけじゃないんだと思うんだよね。その恩を与えているっていうか、その、恩をまあ受けてるわけですよ。でもそれは多分恩っていうのは受け身の時にしか存在しない要素だから、親も、師匠も、その先輩もみんな、後輩たちに対して何か恩を何かしてるわけじゃないわけですよ。その人ができることで、その後輩をね、助けてあげられるようなことがあれば助けてあげたいっていうのが、師匠であり先輩たちであり親じゃない。親はさ、子供にさ恩を売ろうと思ってさやってないよねっていう。子供がさ、なんだろう、
その苦しまない、まあ、苦しまないようにっていうとさ、別にたまには苦しんだ方がいいとかさ、試練があった方がいいとかある場合もあるから何とも言えないんだけど、その子供のためにっていうかさ、子供にとってこういうことがさ、きっとさ、あの助かるかもなと思うようなことをやってあげてる、なんとなくやってるっていうだけであってさ、その自分もそれをやってあげることに喜びがあるわけよ。その子供の世話を焼いてやることに喜びがあるわけじゃない。だからやってるだけであって、それでなんか売った何かに対してその何かが返ってくることを期待してないわけですよね。でもだからそれが受け手が勝手に受ける恩っていうものなんだと思うんですよ。でその受け手が受ける恩っていうものの概念がおそらく、だからその何かを、もらったっていうその感覚がその人を、縛りつけることっていうのもあるわけですよ。だから与えてる方がそもそも恩を売ってるっていうふうに考えて与えてたら、もうそれは、縛りに行こうってしてるだけなわけなんで、それはむしろ、ひどい行為なわけですよ。でそうなんだけど、そうじゃなかったとしたら、与えた方には多分何も残ってない、そんなつもりじゃないからね。むしろその人が幸せで発展的な人生を送ってほしいと思って手伝ってるだけだから、だから何にもないわけですよ。でも受けた方は結構その恩を覚えてるんだよね。だからその恩を受けたっていうふうに思うわけ。でもその受けた恩に縛られてしまうっていうこともまた一つあるわけですよ。でそれが結果親の期待に応えなきゃいけないとか、先生の期待に応えなきゃいけないっていうことにつながっていっちゃう。なんとか恩返ししなきゃいけないと思っちゃうわけですよ。でそうすると急に、その受けた恩っていうのが呪いみたいになっちゃうわけですよ。でそれがその人を、結果その人が幸せになってほしいと思って手伝ったことだったのに、結果その人をなんかまた全然違うところで導いていくことになってしまうっていうことで、だから恩なんか気にしない方がいいってことなわけですよ。でそれは特にね、なんて言うんだろう、その恩を気にして、自分の人生をね縛りつける長男長女が多いじゃない。だからこういう言い方なんだけど、その誰もその別に一人の力で生きてるわけじゃないからさ、そのなんか助けられてここまで来たっていう思いを持った方がいいに決まってんだけど、そればっかり思ってて自分のことっていうのはあんまり考える能力も経験もなくて、ただ受けた恩に応えるっていうためだけに自分を一生懸命頑張らせてる人っていうのはたくさんいるよなと思って、でそれは私もその代表格なんだけど、だからなんか受けた恩をやっぱり返すなんていうのはおこがましいっていうことでもあるわけですよ。でどうやって返すのっていう、どのくらい返したらそれで終わりなのみたいな話をね、昨日たまたまちょっと、友人とそんな話をしてて、それでその恩っていうのはさ、返すっていうのはさ難しいんだよっていう、それはさどうやって返すかなんてさ分かんないんだよっていう話です。確かになと思って、恩をさ返す方もさ、ただの自己満足なわけよ。ここまでやれば恩を返したと思えるだろうっていうさ、その人が勝手に決めたさ、その自己満足でしかないわけだよね。だからそんなの返したうちにも入らないし、返せるもんでもないんだと思うと、じゃあ恩って何なんだよっていう話になるじゃない。だからそれは恩っていうのは受け手が受け取ったっていう感覚なんだよね。だからそれで受け取ったありがとう、それでいいんだと思うんですよね。だからその恩を返したりとか、恩は交換可能なものではないわけですよ。そんであと恩を受けたからと、恩を受けたと自分が感じたからといって、それに対して何か自分の行動を変えていかなきゃいけないかって言うと、そういうわけでもないから、その恩や期待に応えるためになんか自分の人生をねじ曲げてはいけないってことなんですよ。あ、やばい、今日はサクスマンがめちゃくちゃ近いからね、ウィズサクスマンで、お送りしていきます。だからさ、恩をさ売られたとしてもさ、それもさありがとうって言って受け取っとけばいいし、恩を売ってるつもりがない人に対しては、恩をさ受け取った恩に対してその場でありがとうって言ってさ、それで終わりでいいわけですよ。そうそう、だからさ受けた恩をさ返す必要なんてないんだよっていう、そのか、それはさ、恩を受けてる側がさそういうふうには考えにくいわけですよ。恩返ししなきゃなって思うんだけど、それもまたさおこがましい話だからさ、恩なんか返さなくたっていいんだよっていう、いうことでございますっていうことですよ。ついついね、恩を返さなきゃ、期待に応えなきゃ、報いなきゃっていうことを考えるんだけど、それによってさ、その人生がさなんかさねじ曲がってっちゃうわけよ。でそれよりも自分自身の中を見つめてさ、それでさ自分
自分をさ磨いていくみたいなさ、ことにさ時間を取ってさやってった方がいいっていうことなわけ。でもなんか恩を返さないっていうのもまた困る、困るっていうか気持ち悪いっていうか、それじゃあなんかもらってばっかりなんじゃないかとかさ。でもその時にまず一つはありがとうって思えばそれで終わりだってことなんだと思うんです。今までね、今までっていうか別にこれからもなんだけど、ありがとうございましたっていうふうに思うっていうこと、答えちゃんとそれを言うってことは大事で、なんかああでもそれはだからありがとうの意味が変わってくるなと思って、ありがとうっていい言葉だしちゃんと言えばいいと思ってたんだけど、なんかそれに限らないんだなと思って、そこで受けた、恩や与えられたものっていうのをその場で完結させるっていうことで、そういう大事な区切りなんだなと思って、だからそのありがとうっていうのはお互いをね守っていく大事なお礼の言葉なんだなと思って、だからそれが変に恩でお互いを縛り合っていくっていうか、それで束縛し合っていくっていうことを防ぐことができる。だからありがとうっていうのはなんか恩を受けた時に必ず言わなきゃいけない大事な言葉なんだなっていうふうに思った。でそれからでもその受けるばっかりもらうばっかりじゃしょうがないって思う人もいると思うので、そういう人の解決策としてそれは誰かにそれをやってあげればいいっていう、自分が若い時に面倒を見てもらって助けられたっていう思いがあったら、それをまた次の世代に、誰かそういうふうに困ってる人がいたり、自分が親から受けた恩は自分の子供に返せばいいわけですよ。まあ、返すっていうのとまた違うんだけどね、同じように誰かの助けになってあげればいいっていう、そういうことで人間はきっと発展的に生きてきたんじゃないっていう、ことなわけ。本人にさ恩を返すなんてのは無理だからさ、そうじゃなくてそれで助かったな、成長したなと思ったらさ、それをさまた他の人たちにもさ同じようにさ、分け与えていってあげたら、それでいいっていうことなんだと思います。それがね恩着せがましくなっちゃう人っていう、のもまた病気なわけですよ。で私はそうなんだけど、恩着せがましくさなっちゃうわけ、ここまでしてやったのにみたいな。それもさ結局さ執着だしさ、なんか見返りを求めてるしさ、そのさ与えるっていうことのさやっぱり訓練がさできてないからなんだよね。あとさ自分はさ何かさ恩を受けたらさ恩を返さなきゃいけないっていうのに縛られてると、自分も誰かに何かしてあげた時にこれはリターンが返ってくるべきだって思っちゃうわけよ。リターンが欲しいわけじゃなくて、自分がそうやって頑張ってるんだから、自分が恩を与えた人も、同じように頑張ってほしいって思うから、そういう気持ちになっちゃうわけだから、それもすごくねじ曲がってるじゃない。だからそういうのはさ何にもいらなくてさ、なんかもらったらありがとう、それで終わりなんだと思うんだよね。だからなんかそういうことなんだなと思って、それはすごく気づきがあってね、いいこと、そうしていこうと思った、そんな出来事でございました。はい、今日の話はまずそこまでなんですけど、今日なんとね途中あれでしたけど、サックスマンとコミュニケーションを取ってきました。なんとサックスマンがもうすぐ近くに移動してきたんで、あ、これは大変だと思って、もう話しかけようと思って、サックスマンがだんだん近づいてきてるっていうことは分かってたんですよ、このエリアにね。でもその理由が今日分かりました、本人から。日光が当たって暑いんですって。だから日陰に日陰にって移動してきた結果、私もここ日陰だから撮影が可能だからここでやってるんですよ。だからサックスマンも同じように太陽を避けてここにやってきたんだって。でそれが分かって、番組に実は出てるんだよっていうことを今日教えてあげて、で後日の共演を約束してきたんで、ちょっとまた話してちょっと楽器持ってきて、ちょっとセッションとかね含めて、ちょっと新しいねサックスマンとの新しい可能性を探っていきたいと思います。はい、そんな感じなんですよ。サックスマンがあそこで練習してますから。見えますか、はい、あそこで練習してますからね。はい、今日はサックスマンを見ながらお別れしたいと思います。はい、また明日ね、また明日 YouTube でお会いしましょう。サックスマン映ってる、これこっちか、こうか、はい、こっちか、あれ、はい、まあいいか、はい、まあそんな感じでね、お送りしてますから、はい、明日もね With サックスマンでお送りしていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。また明日 YouTube でお会いしましょう。